やばいわ口から。どうも皆さんこんにちは、歯科医師の大沢です。今日はですね、皆さん知ってるようで知らないインプラントについてやっていこうかなと思います。さてカメラマンの方、はい、インプラントどういうイメージです？あー、なんか歯抜いて植え付けるみたいな、うん、そんなぼやっとした感じ、ね、まあぼやっとざっくりとしたイメージじゃないですか、はい、で皆さんもインプラントって言われてまあざっくりとしたイメージしかないと思うんですよ、はい、で僕の動画ではですね、あのメリットデメリットを語るとか、あインプラントはこういうものだよっていうよりはインプラントこういう風にやってますよっていう、まあ、実践的な動画流していきたいなと思います、はい、でメリットデメリットについては後でまあちょっと語るので、まあ先にね、まあどういう風にやってるのか実践編をまあ見せていきたいなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。で今から模型を使ってやっていくんですけど、はい、めっちゃ簡単に見えると思うんですけど、はい、まあ、実際はもう骨の方向を考えたりだとか、はい、骨の質とか、まあ、柔らかさとか硬さとかあるんですけど、はい、まあ、そういうのもいろいろ考慮してインプラントって打たないといけないので、はい、まあ、簡単に見えるかもしれないですけど本当は実際に難しいということは、まあ、ちょっと頭に入れといてほしいなと思います、はい、それでは早速やっていきたいなと思います。はい、それではね、早速模型を使ってやっていきたいなと思います。で、さっきも言ったように、はい、もうほんと簡単に終わっちゃうんですけど、はい、もうほんとめちゃくちゃ難しいですから、はい、もうほんとにこれだけ簡単に終わる処置と思わないようにちょっとしていただきたいんですけど、じゃあまず、まあちょっと練習で結構穴開いちゃってるんですけど、この、今回一番奥ですね、はい、ここに穴開けていきたいなと思います。で、まず一番細いドリルを使って骨に穴を開けていきます。こういう感じです。もう温度感なんですけどね、こういう感じです。はい、実際もこんな簡単なんですか？いやもう実際もっとね、難しいです。ベロがあったりだとか、はい、もう方向を考えないといけなかったりだとか、はい、もう実際本当はもうちょっと難しいです。よく聞くのがなんか骨がないとかあるとか、そう、本当に細い骨ってもうピンポイントで打たないといけないので、はい、本当に難しいです。で、一番最初のドリルを使い終わった感じが、まあ、こういう感じですね、はい、まあ、一番細いドリルなのでまだ直径が小さいです。はい、で、これを徐々に太いドリルにしていきます。はい、はい、じゃあ次のドリルいきます。はい、で、力入れすぎると今みたいにピーって勝手に止まってくれるので本当便利ですよね。安全ですね。安全なんですよ。で、これ今水なしでやってますけど、実際は本当はめちゃくちゃ水出しながら骨に火傷を負わないようにやるので、これぐらいです、はい、で、これをさらに穴を拡大していきます。で、予定しているインプラントの穴の大きさまで開けていきます。で、実際今めちゃくちゃ早いですけど、これインプラントやるためにもう本当はもうこれぐらいですからね。もう本当はもうちょっと遅いです。ちょっとずつちょっとずつ本当に火傷させないように、今デモなのでめっちゃ早くやってますけど、はい、もう本当はもう骨を火傷させないように、骨を火傷させないようにゆっくりゆっくりやっていくことが多いですよね。骨が火傷するっていうとどうなるんですか？骨が火傷すると、やっぱりね、インプラントがくっつかなくなっちゃう。ああ、なのでもう本当ここは慎重に慎重にですね。これね、もうこんな早くやったらね、本当はダメなんですけど、まあこういう感じです。OK かな。こういう感じです。ですかね。はい、で、インプラントを入れる予定している穴になりましたらですね、これが実際のインプラントなんですけど。はい。そんなもんになってるんですね。そうなんですよ。で、ちょっとこれマトリョーシカみたいになってるんですけど。はい。で、これ本当は素手で触っちゃいけないんですけど、まあ今回はデモなので、まあ、ちょっと触ってみますけど、まあ、こういう感じなんですよね。はい、本当小さいんですけど、で、これを削った骨の中に入れていきます。いいですね。ここもちょっとずつちょっとずつちょっとずつです。ちょっとずつです。はい、これを最後までこれに埋めます。はい、こういう感じですね。で、最後は蓋をして終わりという感じです。こういう感じですね。で、これで
終わりです。でこの後は、まあ、すぐに仮歯をつけられる場合もあるんですけど、はい、まあ、骨の状況によって柔らかすぎたらちょっと仮歯はその日につけられないし、はい、ちょうどいい骨の硬さだったら即日仮歯に置き換えることもできるので、まあそれはちょっと患者さんの状態によるキャップにするのか、それともその日に仮歯をつくのかは変わるということですね。はい、はい、ということでね、実践的な感じで見てもらいましたけど、まあ簡単と思われるかもしれないですけど、まあさっきも言ったように本当にね、いろいろ考えてやらないといけない処置なので、実際は本当に難しいです。患者さんの状態によっても違うんですよね。患者さんの状態によってももちろん違うので、まあそこら辺はね、やっぱり医師の技量っていうのがすごく問われると思うので、まあしっかりとね、医師と相談して、まあインプラント治療ということをね、決めてもらえればいいかなと思います。でインプラントのメリットデメリットなんですけど、まあこう簡単におさらいみたいな感じでさらっといきますけど、まあ、メリットとして取り外しがないっていうことと、違和感がない、親密性が高い、周りの歯に影響を与えない、食事の制限がほとんどないということが挙げられます。で、はい、デメリットとして、まあ治療費が高いっていうことですね。治療費が高いっていうことと、あとオペが必要になる、血が出る処置が必要になるっていうこと、あとは治療期間がちょっと長いっていうことが挙げられます。歯がなくなった時に行う治療の方法は他にも、まあ、ブリッジであったりだとか入れ歯であったりとかあるんですけど、まあそれぞれにメリットデメリットがあるので、まあ患者さんによって症例っていうのは違うので、まあしっかりとね、担当医と相談して決めてもらえればいいかなと思います。この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタンを、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。